いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回の授業はメバルです。本格的な冬になるとメバリングの季節到来です。まずはメバルの生態を学ぶことでメバリングの上達につながります。今回の動画ではメバリング視点でメバルの生態をお届けいたします。最後まで よろししくお願いいたしますこの動画で紹介する表現に釣りって学べる独自の持論もございます一般的な説明と異なる場合がありますのであらかじめご了承ください釣りをする際は地球や人に迷惑をかけないよう必ずルールを守りましょういつものように結論から入りますどこにでもいる何でも食べる 夏以外は朝場。それでは3つについて解説していきます。分類、学名を見ていきます。カサゴメバル科メバル族。別名でソイ。石川県ではハチメとも言われてます。一言でメバルと言っても次の3種類に分けられます。赤メバル、特徴は背中が黄色や 橙色をして明るく派手な印象です。3種類の中で最もスマートな体型をしています。柄ラモバやアマモバを好みます。黒メバル、体色が最も黒っぽく、背中が青みがかかっているものもいます。この青みがかった個体をブルーバックと言って、回遊性が高いメバルのことを言います。 やや外洋に面した岩礁を好みます。白メバル、背中が茶色で赤メバルや黒メバルに比べて最も普通に見られます。やや内湾的な環境を好んで住んでいます。メバルは夜行性が強く、夜はワームだけでなくプラグへの反応も良くなります。日中は 斜め上を向いて、中層で休息していることが多いです。大きさを見ていきます。晩秋に交尾をして、冬から春にかけて5ミリ程度の子魚を数千尾産みます。子魚は2センチ程度で稚魚期へと移行します。稚魚はアマモ場で成長し、6月から 7月頃には流れもについていきます。1歳で8センチ、2歳で12センチ、3歳で15センチに成長し、3歳までにはほとんどの個体が成熟します。成長は遅く、5歳でようやく20センチ台に到達します。寿命は十数年と言われ、 大きいものでは35センチを超えるものもいます。主食を見ていきます。遊泳力が低くて水中を漂う網、海藻体などに多いエビなどの甲殻類を捕食します。生まれて間もないイカの新子やホタルイカなどサイズの小さなイカを捕食します。イカナゴや カタクチイワシなど、岸際で見かける小型で群れている魚を捕食します。誤解などもメバルの捕食対象になります。特に冬から春のバチ抜けはメバルの出産から回復期と近いこともあり、重要な餌となります。メバルの適水温を見ていきます。 捕食行動を行う水温。適水温は12度から16度です。最も活性が高くなる温度は14度前後になります。メバルが活動できる限界の生存温度は0度です。メバルの分布を見ていきます。まずは赤メバルからです。北海道、シャコタン半島から 長崎までの日本海、東シナ海沿岸、津軽海峡から紀伊水道までの太平洋沿岸、瀬戸内海、宮崎県に分布します。次に黒目丸です。津軽海峡から長崎県までの日本海、東シナ海沿岸、津軽海峡から紀伊水道までの太平洋沿岸、 瀬戸内海、高知県、イブリに分布します。白メバルを見ていきます。津軽海峡から九州、北西岸までの日本海、東シナ海沿岸、津軽海峡から三重県までの太平洋沿岸、瀬戸内海に分布しています。釣れる時期を見ていきます。基本的には、 場所などのポイントを抑えれば周年釣れますが、11月から翌4月後半頃までがハイシーズンになります。3月から5月くらいまではかなり活発にベイトを捕食する時期になります。ワームはもちろんハードルアーでの釣りも楽しめます。活性が高ければトップウォーターも面白いです。 水温の上昇とともに、超過は下がり気味になることが多くなります。真夏は海藻などのシャローエリアの一部を除くと、ほとんどが深場に移動してしまいます。夏場の水温から下がってくると、再びメバルはシャローへやってきます。ベイトも岸際にいることが多く、メバルは 高活性になることも多いです。春と並ぶハイシーズンになります。水温がぐっと下がる頃からメバルの出産シーズンが始まります。出産直後のメバルは釣るのが非常に難しくなりますが、プランクトンやバチなどの捕食が簡単なものから食べ始めます。漁港内のポイントを 見ていきますメバルは意外とどこにでもいますメバルもソイやカサゴなどのロックフィッシュを総称されるように海中にある見えない岩礁地帯や岩などの下り根のそばにいることが多いです。大物を狙いたければ見逃せないのが磯です。ただし 安全装備は万全の状態で釣りを楽しんでください。磯と並んで大型メバルを狙いやすいのがサーフエリアです。サーフでも地形に変化があるところがポイントです。メバリングのタックルを見ていきます。基本はソフトルアーのワームの釣りですが、夜などの活性が高い時間帯では ハードルワーも効果的です。ロットは6フィート後半から7フィートが使いやすい長さです。リールは1000番から2000番。ラインは初めてメバリングをされる方はフロロカーボンをおすすめです。メバリングのタックルにつきましてはまた別の動画で配信いたします。今回の授業のまとめです。 三種類のメバルがいました。それぞれに特徴もありました。メバルの三目釣りに挑戦してみるのも面白いと思います。ハイシーズンは11月から4月後半でした。冬の寒さで人にとっては厳しい季節に入りますが、メバルにとっては活性が高い時期になります。 漁港、磯、サーフなどいろいろな場所で釣りをすることができます。初心者の方や仲間同士でも楽しみながら釣りができることがありがたいですね。以上となります。今回の動画が超過アップの手助けに少しでもなれれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。釣りって学べる。